はい、皆さんこんにちは。今日は11月23日の木曜日なんですけど、まあ、明日は山形戦ということで、バスケットボール選手の、まあ、移動の一日みたいなのを、まあ、簡単に紹介できたらいいなって思うので、まあ、ぜひ見ていてください。僕たちは今練習が終わって、まあ、新幹線で移動するんですけど、まあ、大宮駅から新幹線で移動するので、まあ、早速大宮駅に行ってみたいと思います。こんにちは。始めてる。俺の血だらけ YouTube。 え、大丈夫ですか？頭ガチで大丈夫だよ、見えないし。あ、見えないですけど、ギリギリ練習でね。誰だ、ハーパーの肘で血だらけになったから。あの時の写真めっちゃ欲しいですけどね。あれ、いや無理だろうな。俺は本当あの時が止まってし、死ぬと思った。そうっすよね、マジでびっくりした。前俺ここも切ったんよ。めっちゃ頭危ないじゃないですか。そこも切って、またここ切ったから、まともな人がやったなと思ったけど。マジで山形、初遠征お願いします。頑張ります。ファイヤー、ソイチロー YouTube チャンネル、スーパースター YouTube、 スーパー2、アイクさんとジャスティン・ハーパーです。ハーパーさん、ハーパーさん、 What's up? So it's your YouTube channel. オリバー・ハーパー。あ、そう、ジャスティン・オリバー、オリバー、アイク、アイク、オリバー、What's up? アイク、アイク、ミルネームは？アイザック、オブライエンパス。オブライエンパス、オブライエンパス。アイザック、バッツ、アイザック、バッツ、ヨン、アイザック、アイザック、オブライアン、バッツ、ポーズ、アイザック、ハセガワ、ヤシュデン、トモヤ、バッツ、トモヤ、バッツ、トモヤ、バッツ、excuse me、どうぞ、ワッツ、気をつけて、スピード、トモヤさん、山形行ったことあるっすか？山形は何回もあるよ。え、もう雪降ってますよ、山形。まだ降ってないでしょ。でも雪になってましたよ、予報、明日。いや、明日から調査もやらしいよ。だから俺も結構こういう。あ、マジですか。俺全然こんなんすわ。 I'm prepared。 わかれと。何乗ってないよ、お前。タンクトップしかない。 I have more action。 ルーキーミステイ。危ない。え、危ない。危なくない、危なくない。危ない。 Nothing。 まだノーウィンター。山形、Yamagata winter. No. Tonight's maybe snow. No. Yeah. No. Too much, man. Too much. 10%. Too much. No space. Outlet. I'm sponsored. Nothing. Yeah. Let me see, man. It's not cold. You was with me when I bought this. Come on. You know you like this. Get out of here. Man. じゃあ、もうフェブラリーになったらどうすんの？これ撮ってます。撮って、撮って、動画、動画か、これ YouTube、 僕の YouTube 載せる予定なんですけど、 YouTube 用じゃちょっと一緒にトモヤちょっと撮ったわけ。これトモヤさん今さっきめっちゃ撮ったんですよ。トモヤさん、そうっす、トモヤさんめっちゃ撮ったからさっき。え、なんでさ、動画も撮れんの？動画撮れるっす。すごい、そうなんですよ。全然知らないわ、時代についてきてない。いやいやいや、どうしてやろ、どうしてやろ。山形初めてですよね。山形初めてです。俺も東北全然ないですもんね。山形初めてB1 やったらないっすもんね、東北。秋田しかないし。そう、福島とかもなかったら。確かに、新潟ぐらいですもんね。そう、ちゃんと面白いやついいんだよな、ここに。あいつ行こう。お前待ってて、俺はこれ俺に回しても何もない。あ、自己分析丸だ。待ってて、いやでも俺この靴がいいよな、マジで。 YouTuber この靴が好きなんよ、マジで。 Where you get this from? まあ YouTube チャンネル。 Oh, YouTube? Yes。 もうどうぞ。 Say something, say something。 Say something。 Say something, say something。 Say something。 What's up, my big brother? What's up, what's up? How y'all doing? How y'all doing? Japanese, Japanese. Konnichiwa. Arigato. Bye bye.
行く？飯行きましょう。じゃあ10分。やっとホテル着きました。ホテル着いたんですけど、今日はホテルのご飯ないんで、チームディナーなしなんで、みんな各自で食べに行くんですけど、これからまともやさんたちとちょっとご飯食べに行ってきます。で焼肉食べて帰ってきたんですけど、米沢牛マジで美味しかったですね。と周平さんとヒロさんと智也さんと行ってきて、めっちゃ楽しかったです。お話も盛り上がって、で、まあ、今回はこんな感じで、まあ、終わるんですけど、まあ、初めてのなんかこういう動画撮ったんで、まあ、何したらいいかとかもよくわかんないままちょっと進んじゃったんですけど、またなんかしてほしいこととかあったら、まあ、ぜひコメント欄でも、まあ、僕のインスタの DM でも何でもいいんで、まあ、教えてくれたら嬉しいと思います。なんで、まあ、これからも、まあ、こういう動画をなんか上げれたらいいなと思ってるんで、まあ、こっちの方もバスケも頑張ってくるんで、まあ、とりあえず明日の試合頑張ってきます。ありがとうございました。